はい。お待たせいたしました。はい。ここからは我々が推しまくっているこの方を布教したいと思います。はい。この番組をお聞きの皆さんならご存知でしょう。伊藤美久さんです。美久ごめん、せめてケリーさんは進行してくださいよ。すいません、ちょっとこれ無理ですね。まあ、ミックだしな。はい、ミックですから。仕方ないな。はい。はい、ということで、恒例の我々ファンレターならぬファンボイスを勝手に送りつけました。つまり、なんと、お返事がいただきました。わ、ミックー、あー、ミックー、我々が送ったファンボイスとともにお聞きください。こんばんは。 FM 大阪で毎週金曜夜7時30分から放送中のオフラジ X を担当している DJ のアワジェルです。ケニーです。オフラジではオフ教というコーナーがありまして、このコーナーではおすすめの作品やアーティストをご紹介しているのですが、今回は伊藤美久さんをご紹介したく、突然こんなメッセージを送らせていただきました。すいません、我々ミックの大ファンでして。はい、ということでまずはご紹介させていただきます。伊藤美久さんはとにかく可愛くて演技が良くて歌が上手い人です。ちょいちょいちょい、キエに何その紹介。まあ、正解ではあるけれども、いやー、これ以上どう説明すれば。僕が声優のミックこと伊藤美久さんの出身地や出演作は、あの人との関係性について調査してみた。聞いといて。いきます。ミックこと伊藤美久さんは東京都のご出身です。2012年の第1回スタイルキューブ声優オーディションに合格し、ゲームアイドルマスターミリオンライブの七尾ゆり子役で声優デビュー。その後普通の女子高生がロコドロやってみたや、バンドに五等分の花嫁、最近では白いスターのアクアトープなど数々の作品にご出演されています。さらにその美貌とスタイルから写真集や週刊誌の表紙グラビアを飾るなど火の打ちどころがない。さて、気になるあの人、つまりピクシスの豊田萌衣さんとの関係は、多分付き合ってると思います。あの絡み、てんてんよ、伊藤美久さんのこれからの活躍は楽しみですって。ここまで言わないと。何ですか、そのしょうもないネットのやつみたいな。すみません、つい調査してしまいました。アワジェルは無視して続けます。この番組ではリスナーをオフメイトと呼んでおりまして、オフネームという名前で呼んでいます。あ、ということで誠に勝手ながら、はい、伊藤美久さんをオフメイトの一員に勝手にお迎えしたいなと思っておりまして。いや、もう好き放題だな。まあ、ということでですね、はい、私、今回は伊藤美久さんのオフネーム、はい、勝手に付けさせていただきました。もう決まっているんですね。はい。では発表をお願いします。伊藤美久さんのオフネームはミクゲッティです。ミクゲッティ。はい。やはりこちらは、はい、何だと思いますか。あ、やはり、うん、ミクゲッティさん新曲のはい、そうです、新曲にね、はい、出されますからね、あの曲が。そういうことです。こちらからということで、はい、よろしいですかね。まあ、伊藤美久さんのこと我々すごく調べた結果ですね、はい、パスタが大好きで、はい、まあ、今回ねパスタという楽曲をリリースされたということで、はい、まあ、パスタ言い換えると、まあ、スパゲッティと言ってもいいじゃないですか。はい、ね、スパゲッティと伊藤美久さんを合体させたらミクゲッティ。お、かわいよ、これはかわいよ、かわいよってなって、はい、ミクゲッティでいかがですかこれ。いやー、私もミクゲッティがいいなって思ってました。あ、やったー、イエーイということで、改めましてミクゲッティさん、オフメイトに加わっていただけますか。よければお返事お待ちしています。オフラジ EX をお聞きのオフメイトの皆さん、そしてアワジェルキエニー、こんばんは。オフメイトの一員になりますミクゲッティこと伊藤ミクです。ミクゲッティ、なんだか可愛らしいオフネームつけていただきまして、ありがとうございます。そして私の紹介もたくさんしていただいて、とてもなんか愛が伝わってきて嬉しかったです。ありがとうございます。さあ、このコーナーは好きな作品を布教するというコーナーだとお聞きしまして、私が今皆さんに布教したいものは、ズバリ、仮面ライダーです。はい。実は、特撮ヒーローが大好きでして、その中でもですね、仮面ライダー、私声優として、今、仮面ライダーリバイスという作品に出演させていただいております。仮面ライダーはですね、本当にかっこよくて、アクションシーンもそうですし、スーパー戦隊シリーズよりもちょっと大人なお話が多かったりとかするので、ストーリー性もより楽しんでもらえる作品も多いかなというふうに思います。私の出演しているリバイスはですね、令和3弾となる
ということで、悪魔と契約して変身する一人で二人の仮面ライダーというので、私が演じているラブコフという役は悪魔の子役なんですけれども、とっても可愛らしい悪魔で、いろんな悪魔がいたりとかで、こう主人公がもうほんと良くてですね、あの家族愛が描かれているんですね。お兄ちゃんなんですけれども、もうそこのね、三兄弟の絆がとてもいいんですよね、と。まあ、ちょっとお話ししすぎてしまいそうなので、ここら辺でストップしておこうかなというふうに思います。おすすめです。さて、そんなミクゲッティこと私、伊藤ミクは、先月9枚目のシングル、パスタをリリースしました。もう聞いてくださっている方もいらっしゃるでしょうか。このパスタという楽曲は、私が初めて作曲に挑戦した曲でございまして、作詞は何度かしたことがあったんですけれども、作曲初めてということで、私の大好きなメロディーとか音楽をギュッと詰め込んだ一曲になっております。パスタというタイトルもですね、歌詞がこうパスタになりきって書いた歌詞になっておりますので、気になる方は聞いてもらえたら嬉しいです。そしてこのシングルを引っ提げてのライブも決定しております。伊藤ミクライブツアー2022ワッタソース、こちら2022年4月9日グランキューブ大阪にて開催します。現在チケット一般発売中です。ぜひ遊びに来てください。ということで、あっという間にそろそろお時間が来てしまいました。はい、聞いていただいたオフメイトの皆様ありがとうございました。ライブでお待ちしておりますので、ぜひ遊びに来てください。ということで、ミクゲッティこと伊藤ミクでした。最後に一曲お聴きください。伊藤ミクでパスタ。